はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン DK です。ではね、今日もテイルズ・オブ・ベルセリアやっていきましょう。でね、セーブポイントからこっち行ってました。で、まあ、多分こっちなのね、そんな気は、するよ。監視塔を探そうなんでね、まあ、監視塔を探していきましょう。いろいろちょっと操作があって、お、こっちにもあったんや。お、アイテムゲット、ボイドリング、ボイドリング装備、ボイドリング、敵から受ける無属性攻撃のダメージを軽減できる指輪、無属性ダメージ軽減プラス 4% ね。ん、何かが上がったような気がする。お、何かが上がっている。あ、まあ攻撃力が上がったかも分かってんけど、もう一つのアイコンの方が分からなかった。まあ一旦セーブさせてくださいということでね。まあよし、やっていけるけども、どうだろう。よし、まあ行こうぞ。行ってこのスキャロね、まあそんな気がするんやけど、おお、何かが起こっている。ん、ウェイ、飛んできた人が。お、こいつは新手か。この者はゴーマ来る。嘘、どうやら人間じゃないようだな。あんたもね。まあ、クーマやからね。違いない。終わった。これ式で刃こぼれするか。タイマシのナイフも生クラだな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちのこと。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。めっちゃ言い寄られてるけど。倉庫みたいな部屋。地下だな。かたじけない。かたじけない。え、変な敵じゃなかった。変なゴーマ。騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。急いで行きましょう。何やったんかようわからんけどな。戦闘中、防御時間によってスナイプチャージが付与されると。防御の継続によるチャージ能力が付与されますと。急所狙いの風魔章を入手と。スナイプチャージ1秒間防御を続けると発動し、発動直後の攻撃の負担や状態異常などの確率効果の発生率が2倍になる。いいんじゃね。いいんじゃねやね。まあ先に、あ、ゴーラン見ていこう。まさかあのゴーマは。何、いえ、あの剣士のゴーマに少し驚いただけです。ものすごい殺気だったのに、太刀の話が出た途端別人のようになったものですから。真面目に考えても仕方ないでしょ、ゴーマのことなんか。それにしても風変わりな囚人ばかりですね。まあな、個性的な。あなたのことでは。別にいいわ、精霊なんかにどう思われようとね。精霊なんかにどう思われようと言ってる。まあな、そりゃまあ言ったら。お、なんか敵か。お、敵これ。あ、敵、ちょい、嘘、あ、敵やったん。あ、オーク。全然わからなかった。出や、あ、じゃあ、出や、どうだ。ウェイ。ちょい、危ない。痛い。効果電、呪い。いや、そうだ。済みましたね。急ぎましょう。
まずは脱出が先か。脱出が先、攻撃はステップアーケンジャーのトロスに等しい数だけ連携して発動することができ、地球を軽減できますと。それに加え、各11時、次の発動時、そのままちょっと違う種類の連携回数によってボーナスが追加されますと。ね、例えば、特技、特技、奥義と連携すると、特技を理解連携したボーナスとして、奥義の消費 FP が 20% 軽減されます。奥義は消費 FP が大きいため、自分は特に有効です。みたいね。まあ、いけるでしょう。こっちは何？港への門は、タイマシンを固めて。突破は無理。突破は無理。こっちじゃない。やはりこっち？なんかでも、なんか向こうにあるじゃねえな。これなんかない？まあダークソウルじゃないねんからない。ダークソウルシリーズじゃないねんからまあないわな。隠し扉なんてな。あったらびっくりするわほんま。ああ、あっちはあれか。なるほどな。で、行く場所は上か？上でやってんのかな？まあやっていこう。そのうち監視塔につくやろ。なんか何でお気楽な監視塔はこの先のはずです。おそうなん。ああちょっとかけたらどうか。ああ参考。はあはあはあ、よし、まあ問題ないでしょう。ここか。来たよ。アニメーション始まったよ。よかったよかった。こっちは出たみたい。暴動をほぼ鎮圧した。お前も逃がさん。フッ、砲が散る。取りゃ行きます。で、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 あれを狙いたかった。狙っていきたかった。ああ、見えた。無理だった。OK。おお。邪魔するなら始末する。二匹同時撃破的な感じがしたぞ。うん。囚人たちはもう。時間がない。この塔から外周道に出るわよ。よし。ここやねって。ああ、なんか入ったっけ。かけたどうか。うん。ここやね。登る。さてどこに出る。監視塔やけど。おおおお。古びたどうか、うん、アイテム発見。320ガルド。いいね。お、この上に何かがあるんかな。あれが乗ってたってことは。そうみたいね。こっから飛び降りたりしてどうにもねえな。めっちゃそれ思うな。道が崩れてしまっている。これではロープも役には。うん、ああ、それで降りていくって感じか。まさか。まさか。いくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。自殺願望者か。うわ痛そう。うわ痛そう、ほんま。うわあかんわ。あなたはこれほど。強いのですね。まるで制約のよう。自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。うん、ジェスティリアの方もそうやったからね。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。じゃね。それをかけたのあんたたちでしょう。うん、分かっています。だからこそあなたを。
うん、テレビ茶道か。こっちには何もない。ああ、何もないね。あいっ、ちょ、嘘、待って。まあ、シャラが抵抗。身を引き締めてください。シャラが抵抗を持ったら効果陣、効果陣、はっ、ゆかくら油断せず、あ、いいか。フォーガチュン、効果陣、はっ。ちょっと下手くそやね。終わりましたね。マックスダメージ、1150も与えてた。全然気づいてない。ここでセーブ。まあもうちょっとこの中を調べる。ベルベール、各種パラメーターを上昇させるアイテムで世界が君に寄生しています。一度再生してもいずれは生えてくるので、お気に入りのキャラクターに使用するのも手です。うん、なるほど。まだそこ、まあ一旦セーブさせてもらってまた続けていきましょう。まあそんなけ立てないからね、時間ね。うん、監獄島ね。はいよ、終わったよ。よし、じゃあこの先や。このまま進むと表の港に出てしまいますが、え、そうなん。侵入を察知された以上、あんたの船は見つかったと考えるべき。ここは裏を書いて表を抜く。表行くの？ちょっと嫌やて。やめて。絶対固められてるで。港はこの先ね。そこまでだ。オスカー。一等大魔士がこの島に派遣されていたなんて。驚いたよ、シアリーズ。一等大魔士なんや。君が賊に協力していたとは。まさか。アルトリウス様の命なのか。いいえ、私の意志です。精霊が意志とはね。どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一等大魔士は二等とは格が違います。格が違うんや。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ほう、ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国聖領一等大魔士オスカードラゴニア。うん、そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。おお、おお、やらばおおおおアルトリウス様より授かりし、我が大魔の剣受けられるか。おい、なんか取れた。よし、いいね。よし、お前や。うん、そういうことじゃない。いや、そこちゃい、そこちゃい。お、あれ、無事で無理。手強いな。勝てないパターン。精霊の一二体は潰す覚悟がいるか。なんということ。非常の戦いは非常をもって制すべし。それがあんたたちの断りよね。頑張れベルベット。おい、何や。いけない。いけない。え、お、この場になってしまうのか。精霊がゴーマ病に。制御が。マジで？ヘルメット！ああ、
こっちもなんとかやる。攻防が続いてるね。致命傷ですわ。私を食べてください。何を言って。私の体には命を捧げることを枷にした制約がかかっています。私を喰らって力を手に入れてください。前に進むための力を。うん、前に進むための力。私の心にもあるのです。あなたと同じ消したくても消えない炎か。これはラフィーの。だから許せない。いてついた世界も人も結構面倒な女なのですよ。早く私の命が尽きないうちに。うん、これでシアリーズを食らうと。おお、アニメーション来たよ。礼も謝罪も言わないから。必要ありません。私の望みも。もう結構綺麗な瞳やね。ですから。大好きだった。あなたたちとアーサーと過ごしたあの日々は。え、嘘、まさか。まさか？まさかと思うけど、あのね、なんかこれの姉さんおったよね、なんか名前なんか忘れたけど。うん、その姉さんじゃね。今ふと思った。アーサーな。あー、このシーンな、嫌やわな。肉親を殺されるっていうのは。うん、あの精霊、多分じゃなくて確実に、まあラフィーとこのベルベットの兄やんな。うん、セリカやったっけ。うん、なんか忘れたけど。何が起こっている。どけ、サモナイト。お前も食らう。俺一人でやれってこと。ちょ、待て、バトルチュートリアル。シアリーズを食らったことで生まれたエビはソーサラーリングの効果によりブレイクソールの使用可能になったと。ほう、え、R20 ブレイクソール。ほう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 。あ、なるほどね。ソウルが3以上の時に各キャラクターごとの条件を満たし R2 を流せることで発動する強力な技。とも使用ぶつけるに使用してほしい能力の代表として、ソウルを1失いターゲットのソウルが1増えます。それやばくない。連携制限を無視して出せること。後手の多くがブレイクソール時代の手段から連携再開できる点が特徴で、ソウルを超えた連携を可能にします。行くわよ。へぇ、食らった力を打ち返した。こんなゴーマがいるのか。消えないか。とどめ。バラックスライド。おぉ、超銀脚効果剣フォーガチュー。あ、痛い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 。フォーガチュー。
いね。効果点。フォーガス。効果点。やっぱ3いるわな。ちょっとあるんじゃないかな。やっぱ無理か。もうちょい、もうちょい、ちょいちょい危ない。フォーガス。おーおーおお、終わった終わった終わった。いい感じやね。悪く思うな。お前のような強力なゴーマを世に放つわけにはいかない。ゴーマちゃうで、クーマですけど。ベルベットよ。うん、まあベルベットやわな、うん、私の名前アルトリウスに告げなさい。私はベルベットクラウ。ゴーマも精霊もタイマシも食らい尽くす。食らい尽くしたらもう全部最悪のクーマだ。うわあ、オーケーだ。え、何何今のテレポートできるものは。あら、こいつらは塔から飛び降りた時は死ぬかと思ったわい。お前は突然来て俺におぶさってただけだろ。マジかよ。お前はお前のおかげでゴーランを見つけられた。俺は六郎蘭月。これは俺の命の太刀なんだ。この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。急いで逃げんと囚人どもはほとんど制圧されたようじゃぞ。あ、そうな。港はこの先よ。手伝って。うん、終わった。おー、レベルが上がった。水蛇砲、恩光流、わからん。うん、体力吸収の表彰ね。装備品に HP を回復させるランダムスキルが発生するようになると。自身のソウルが最大であればトテミを刺すのにブレーキソウルを使うことで失ったソウルを取り戻し、ソウル数を維持したまま残りの敵と戦うことができますと。なるほどね。何よりブレーキソウルの HP 回復効果は高く、例外的に状態上中でも回復ができるため、戦闘風になるくらいなら落ちまで使いましょう。せやね。うん、それも。あ、まだある。ベルベットの戦闘技能は、コンジュームクロードブレックソウルね。ソウルが3以上の時に待機中または連携中に R に長押しで発動。ブレイクソウルはソウルを1消費します。この攻撃がヒットすると空魔状態になり HP が減るようになるものの、敵の種族に応じた特殊能力を得ます。ほう、 HP が1になるか、連携数最大でさらに術技入力をすると秘術が発動し風魔状態が解除されますと。へえ、秘術は自身の HP が少ないほど威力が高くなりますと。なるほどね。あまり使いたくねえな。やられたら終わりやん。まあ、え、これ天気もご機嫌なの。斜めちゃうよ。こりゃ概要はもっと荒れるぞ。船に詳しいの？いや、ほと火事の基本を知っているくらいだが。贅沢は言えないわ。頼むわよ。素人だけで船を出す気か？かわいいな。わかった。これもゴーランの礼だ。言ってもな、こんな天気じゃすぐに方角もわからなくなるぞ。わかるわ。船には羅針盤ってものがあるのか。まあな。牢の肥やしか魚の餌か。まあ、どうでもいいがな。どうでもいいんかい。待ってるぞ、アルトリウス。遅かったな。一歩遅かったな、お前ら。もう出た後やぞ。
うん、おお、監獄と脱出しましたね。おお、野に放たれた魔獣。野に放らんといて、放たんといてやろ。おなや、うん、なんやここは、この場所はどこや。え、え、セール、え、あ、下がって。おおおお、俺っすか、俺っすか。じゃあまあやるか。まあちょちょちょ、おお、いいね。草原客、高火人、高火人、ホーガチュン、すごい、ホーガチュン、コウカジン、うん、いい感じで終わったよ。わー、ゴーマを食らうとは、なんともエグいやつじゃのう。やつじゃのうか。すまん、武器があれば力になれたんだが。いや、武器あるよ、お前。背負ってるでしょ。背負ってるでしょ、それが。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが、さっきの子はなんか狛犬がピューッと逃げていったわ。狛犬がピューッと逃げていったか。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の心情だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。哀れなな、うん、それならこんなものが落ちていたぞ。地図。お、地図。さっきの子が落としていったのか。ここどこ。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド、ノースガンド領。つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるボートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようだな。ヘプシャー。大丈夫か、紛れ。立ち話はあとじゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。小話やね。近くにエラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。ほう、といったところでね、今回はこれぐらいに終わりして終わりにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。以上で、ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローの方ね、よろしくお願いします。一応ね、ツイッターアカウントの方はドラゴンチーム系という名前で活動中ですので、もしよろしければフォローお願いします。ではさらば。